ま、その辺はリアタイヤだけでパワーを路面に伝える FR の宿命だろう。おい待てよ、それじゃあ四駆の32ならどうなる。踏んでも安定してトラクションのかかるアテーサ ETS システムならターボパワーをいくらでも使えるんじゃないのか。ボツ兄貴。